鶴田町3414より BB です。チャギです。はい、ということで本日はここ宇都宮は鶴田町よりお送りします。よろしくお願いします。お願いします。そうですね、はい、今回は何ですか。もうここにもう速攻出てますけど、はい、ブラザーブリッジのヘンリー会でございます。来ましたね、ヘンリー。来ましたね。よく履いてんの見ますでしょ私が。はい、見ますね。これね、前ヘンリーで確かこの YouTube でもやったと思うんですよ。このレッドウィングがなんかの確か比較したような、はい、これとブラザーブリッジはどっちが細身なんだみたいな、ね、はいはい、まあでも根本的にちょっと違いますよね。ここまで紐がね、ここまであるのとね、まあそうですね、先まであるのとこっちは、はい、違かったんですが、はい、まあ、これもどっちとも最高なんですけど、はい、今回はヘンリー会ということで、はい、どうでしょう。これやっぱかっこいいっすよね、雰囲気がね、はい、これかっこいい。ちなみにこれなんで2足あるかというと、はい、こっちがシャヒガニアンのがもうジャニーが大好きだからはここに匂わせてあげてる、はい、ホーインのクロムエクセル側で作ったヘンリー、はい、いいですねこれ。いいですね、やっぱめちゃくちゃ履いてますよ俺これ。マジですか。マジですね。でこっちがホースですね、はい、こっちはホースで、こっち A2 とかの、はい、あれですね、革ジャンとかで使われてる。わあ、なんかそのシワの感じがいいな。はい、血はこっちです。あ、だこれでも馬と牛ですね。お、はい、まあ、その差プラスも全然これラッカー仕上げ、ラッカーとそう、まあ、これが言ったら一番最初っていうか、まあカタログというか一番の多分あれなんじゃないですか、売りスタンダードの、はいはい、これ多分別注なんですよね、別注商品なんで、はい、でもやっぱうちらあれじゃないですか、クロムエクセル好きとしてはそうですね、やっぱり履いてみたいじゃないですかこれ、はい、ここまですげえ履いた結果どっちが良かったかというね順位はつけれないんですけど、意外と、はい、まあ、こっちはね柔らかいんですよ革が。うん、このホースの、ホース、まあ、一番最初の、はい、まあ、一番最初かわかんないですけどこのブラザーブリッジのスタンダード、はい、もうこっちは柔らかいんで、はい、なんかちょっとブニョっとするんですけど、このクロムエクセルはちょっとやっぱ固めというか少し、まあそうっすよね、少し硬い、まあでもちょっと履いてると体温で柔らかなりはするんですが、そうですね、柔らかいですよね。あのね、履いてる時の雰囲気が同じ靴履いてるのかなっていうぐらいちょっと違いますね革で。まあそこはいろいろとあれですね、自分の洋服と今日はこっちだ今日はこっちだ今日はこっちだっつって気分によって気分によって私は変えてました、はい。一応この左がクロムエクセルで右足こっちのホースで行こうかとかはそういう感情はなかったですね。なかったっすか、はい、昔大学生の頃左足エアマックス95で右足ポンプフューリーで行こうって思って何回もそれで行ったんですけど、はい、そういう気持ちにはまだならなかったですね実際行ったんですか。本当に行きましたね。おちょっとね右と左の高さが違うそれでねちょっと疲れないですか。腰をやったんですよやばだってずっと高さが違う靴歩いてたんでまあそうですね。お母さんに言われたんですよ、はい、そんなやってたら将来歩けなくなるよって体悪くして、はい、本当に腰をやっちゃってその当時、まあ、思い出ですね、はい、まあそんなこんなでなんでここでヘンリー会やってて、はい、ここに箱があるのかというと、はい、もうこれサイズが27、26、25と、はい、0.5 が展開がなかったんですよ。あのサイズがなかったなかった、まあ、前の多分ヘンリー会でもやったと思うんですけど、はい、ハーフサイズを出してくれみたいな感じで興奮してたんですけど、はい、なんと、はい、出ましたしっかりと、はい、もうマジですか。もう動画出した次の日ぐらいに、はい、出てましたね。もうだからもうちゃんともうやることが決定してたのに、俺はデロ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 テンション上がってたんですね、はいはい、だから解禁してなかったみたいなだけなんですね。そうですね、はい、そうですね。だからもう言わなくてももう準備はできてない、もう満足できてたはずなのに、はい、あの時は知らなかったっていうだけで、はい、それなんでね、もちろん、はい、ハーフサイズが出たというならば、はい、ハーフサイズを買わなきゃダメでしょうということで、はい、ハーフサイズ手に入れました。買っちゃったんですか。いやそれはやっぱね、はい、どんな問題ってことで、はい、見てください。おわハーフサイズほら 8.5 って書いてあるこれ、はい、8半、はい、26.5 ですよ、はい、ちょっと一回じゃあ見てみますか、もうとりあえず私はもう一回開けてますからね、はい、はい、見てます。もちろん見てます。おおどうですか。かっこいい、これすげえ。どうですかこれ。でもあハーフサイズでもなんかちょっと大きさの感じ
なんかちょっと小さく見えちゃいます？かっこいいな。いや、そう、ちょっと小ぶりにね、はい、見えるんですけど、はい、まあ、ちょっとこれいろいろ言いたいことあるんですが、どうせならもうチャンヒープこれ説明もういっちゃいます、してもらっちゃいましょう。説明いっちゃいましょう。はい、いっちゃってください。まあ、今回ヘンリー、はい、今回ヘンリー何度かマイナーチェンジを繰り返し、今期新たに登場しました。はい、従来に比べより一層クラシックな印象にするため、ソールを薄いタイプに変更しました。はい、はい、それで柔軟性のある馬革と相性が良く、グッドイヤーウェルト製法とは思えない屈曲性となりました。もう、はい、まさに走れると言っても過言ではない。本当ですか？書いてありますよ、これ。走っていいんすか、これで。だからランニングシューズですか？あ、本当ですか？いや、俺結構革靴で走ろうとして、はいはい、ランニングシューズ、やっぱこういうのって、はい、やっぱちょっと昔のスポーツシューズっぽく作ってるけど、はい、実際ランニングしたらダメだろうって心の中で思っちゃったんですよ。はい、だからレッドイングで走ったんですけど、はい、走って、まあレッドイングそもそもなんで走ったんだか分かんないけど走る時もなんかブーツがいいなってことで、はい、あの走ったらそっから1週間ぐらいあの体壊しましたからね。また壊しちゃった。体壊しましたね。もう足と背中とか全部痛くなってボロボロになって、3キロ走ったんですけども、はい、ボロボロになって帰ってきました。はい、じゃあ続きお願いします。はい、一見ハードは印象を受けるタイプのレースアップ仕様でありますが、実際に履くと非常にシャープで、はい、甲の部分は薄く、まあ甲高の足でも薄く見えると書いてありますね、ノコ。はい、でドレスブーツのような印象にもなると。でそのため太いパンツとも相性が良く、スタイルを上品に見せつつもブーツらしさを楽しめるデザインになってますと。まあそんな感じでヘンリーは書いてありますね。いや、これね、はい、走れるなら俺走りますよ、マジで。でも本当に走らせてくれるなら、はい、そういうブーツ系と比べるとなんか一番走りやすそうな。本当っすか？まあ個人的見解ですけど、こっちではとりあえず走らなかったっすからね、はい、私は。まあでもこれならなんか、まあ、サイズ感ぴったりになるんで、はい、ちょっと走れるかも。で、そう、今回まあ変わったのがっていうか、まあ、はい、前とこの前回と変わったのはもう圧倒的にここなんですよ。ここの、わかりますか？この薄さ、これソールの薄さが、もうこれ、ほら、何、ちょっとそっちもそう、熱いでしょ。あ、熱いっすね。これなんか薄くないですか、ちょっと。ほんとだ、半分まではいかないけど、ちょっと薄いっすよね。そう、ソールなんですよ、これ、はい、まさにチャンヒ、これソールトールでございますよ。ソールトール、はい、ソールトールドラマです。ソールトールでございますよ。ソールトール、ソールトール知ってますか、皆さん。黒夢のあのドラム、はい、まあ、新宿ロフトとかのね、はい、あの伝説のライブとかもソウルトールがやってたんですけど、結局クビにされちゃったんですよ。あ、そうなんですか。なんでクビにされたと思います？お前、集乱だったんですか？リズムキープが、はい、しっかりしすぎてて、はい、ロックじゃないって言われたんですよね。逆にもうむちゃくちゃなんですよ、そんなドラムが上手いとちょっとそれが嫌っていう人もいた。あ、逆にちょっとリズムが、いや、もうテンション上がったらちょっとスピード上がるぐらいの方が、そうっすよね、ボーカルはテンション上がるんですよ。そこのうわっしゃ来てるって時でもリズムがすげえクリック通りピコピコピコみたいな感じだと、はい、ロックじゃないんですよ。なるほど、そうなんですよ。ソウルトール意味わかんねえな。まあでもこれはもうちゃんとソウルトールだよね、綺麗に、うん、はい、いやでもこっからだからさ、このソウルの厚さをこれにしたってことはなんつうの、やっぱ改良して、はい、ちょっとこっちの方が今は自信があるってことでしょ。自信というか、まあ、はい、今回はこうしたってことは、はい、この厚さがもうベストで、これ以上この靴はないっていうんだったらこれ生まれてないわけですから。やっぱ走りやすくなったからじゃないですか、これ薄く。確かに走りやすく、まあドレッシーにもなりつつ、そうですね、はい、まあでも、はい、まあ、武骨さというんですか、ちょっとそういうのもないとあれなんで、もうドレッシー目指すなら別にイタリアとかのメーカーの靴とかどんどん探しは、もうドレッシー部門ならもうとんでもなくいけますけど、はい、やっぱちょっとね、この雰囲気の良さがあるじゃないですか。いや、はい、この雰囲気の良さがちょっと今回はソウルトールになったと。ソウルがちょっと、はい、リズムギープがちょっと早くなった感じですか。早くなった感じですよね、はい。まあでもこれで、はい、あと革もこれちょっと絶対違いますよね。あ、もう革のこともなんかちょこっと書いてありますね、
まあ、今回開発した馬革は、はい、古くから伝わる単人なめしを用い、仕上げは染料仕上げで透明感を出しております。茶芯仕様なので、茶芯仕様、はい、そのまま育てるのもよし、黒クリームで磨き黒の深みを出すのもよしと、よしです、はい。で、染料仕上げならではの浸透性があり、育てる楽しみがあります。はい、普通ドレス靴で使う肌目を良くする、肌目を良くするためにクロムなめしを使いますが、やはり革本来の風合いを楽しむなら単面なめしに分があります。はい、染料仕上げなので革らしい毛穴やトラッシュは傷はありますが、革本来の素材の良さを知りたい方は挑戦してもしてみてほしいです。透明感のある革がヴィンテージらしい風合いの中に上品さがありますと、まあ、これ多分この間やったエスケープと同じ感じなんですかね。はい、そうですね、今もう聞いててこれと一緒ですね。はい、だからもうエイジングというかこいつの、はい、まあ、変化というか、まあ、雰囲気はこの靴なんですね、もう、うん、革一緒ですからね。はい、だ履いていくと、まあ、これっぽくなってくる、これっぽくなるんだ。まあ、まあ、ちょっと履き方的にこっちがピッチリするから、はい、まあ、どんな感じになるかわかんないですけど、でもあ、だからもう絶対ここの革とはもう全く違う。違いますもんね。はい、牛と馬、まあ、馬ですけど、また違う馬だけど、これ全然あの革の仕上げ方が違いますんで、はい、これ本当に柔らかいんだよな、この靴もう本当に柔らかいんですよ。でも多分一番最初靴がこれが売りというか、これで、はい、ドカーンってやってたんで、はい、もうこれはちょっとこれ好きの人から見たら、はい、ちょっとおとなしい感じには見えちゃうかもしれないですけ ど、もうめちゃくちゃ入っていきますよこれは。まあもちろん黒、この黒っぽい、黒っぽいと黒だよね、黒ですね、はい、はい、黒の紐どっちで使うか、こういう風になるか、そうね、これで、はい、こっちはおしゃ、こっちの方がおしゃれな感じはするんですけど、はい、もう私はライブの時はこういう真っ黒とかが好きなんで、はい、多分これ今はこれつけてみたんですけど、はい、ちょっと黒にしちゃうかもしれないですね。あとここも変わりましたね、これ俺の名前見て自分の名前入れちゃったみたいな感じで、一周でBB の、BB って BB のですみたいな、はい、今まではね、もちろんなんかそのシンプルな感じです、ヘリンボーンみたいなこの柄のこれだったんで、はい、ちょっとそこが変わったっつうのと、あとはあれですね、はい、まあ、このここもそうなんですけど、はい、ここが変わりましたね、この靴べらっつうんですか、はい、この分かる、真ん中にこの1個、あー、なんか当て布、まあ、まあ、このボリュームが普通に出てるんですけど、ここのあれですか、革、もうね、俺これこの線みたいのがなかった、いやもう当時の、当日がまあ今までの、はい、今までのはもちろんもうただのこれ、あー、一文だな、普通のシンプルに今までは、はい、これ、分かりますか、はい、ただの1枚に、はい、まあ、後ろと合わせて、はい、やってる感じなんですけど、まあ、今回の後ろはありますが、はい、後ろはこんな感じ、なんかちょっとこの8と2分の1っていうのがちょっと嬉しいっす今まで9でしたもん、そうね、履きたかったんですよ、この8と2分の1が、はい、この、この線、もうこれ俺大好きで、はい、まあ、これ、もうね、パラメヒコっつう、はい、あのプーマのスパイクがあるんですけど、はい、もうね、こう四角くこうやったって、はい、ちゃんとこうしたらこうなってるんですよね、よくサッカースパイクとかでここにこの線が入ってるのあるんですよ。あ、そうなんですよ、うん、なんか蹴るときちょっと邪魔だなと思ったりもするんですけど、はい、僕結構意外と好きで、だから靴べらでよくこういう真ん中にこういうのがあるのがあって、はい、ここに真ん中にこうやってあって、はい、ここになんかエナメル素材みたいなのでこうやってやってメーカーをここに書くみたいなね、あ、なんかこうこういう線が入ってるんですよね、なんかサッカースパイクみたいなの、まあ、それがより昔のクラシックスタイルな感じに俺は勝手にしちゃいましたけど、はい、意図があるならばそれは知りません。これつけたらめちゃくちゃなんか頑丈なんだよとか、なんかあるのは分かんないですけど、はい、俺はただこれをつけることによってかっこよさが増した、もう昔っぽいというか、はい、うん、まあ、俺はちょっとスパイクっぽいなと思っちゃったんだけど、この変化がちょっと嬉しかったです。いやだってこんな、これこんなんですか、まあ、これこういう普通の靴、はい、えら、これはもう普通だもん、まあ、もう普通だから、はい、もうシンプルです、どこのブランドでも普通だもん、これ、はい、これいいでしょ、これ、あ
んかもうほんとボクシングシューズとかレクスリングシューズみたいになってんじゃん。確かに言われてみるでしょ、こう見えるとそう見えるじゃないですか、はい、それが最高なんですよね。これ超いいっすよねこれ、うん、でこれ走れんでしょ、正直走れると言っても過言ではありません。あのほんとマジで走りますよ、じゃあ走りますけど、はい、体壊れたら、はい、ちょっとチャンヒー君、はい、保証してください。僕が保証する、チャンヒー君に言われたんでさっき、はい、まさに走れると言っても過言ではありませんって。いや本当にでもこのソールとか見ても走れそうな感じがね、まあほんと薄くなったよね、うん、これちょっと後で履いて、はい、どんな感じになるか。重さとかも変わってますか。重さはどうなんですか。あ、でも軽い。どっちがですか。本当ですか。新しい方。あ、本当だ本当だ。あ、まあ、こっちは重いね。はい。まあ革の感じもあるかもしれないですけど。確かにそうだね。もういやまあ他の変化はこんなもんすかね。はい、革とまあこれと。はい。俺ちょっと謎のこれ嬉しかったっすね俺、はい、まさかそれがいるだけでもだいぶ結構印象なかなかないからね、はい、こう入れてくれるの俺ちょっと嬉しいっすね、うん、これ最高、はい、でまあここに無くしたときに自分の名前が俺は入ってると、はい、そうですね、もう BB って入ってます最初から嬉しいよね、はい、名前入れてくれてありがとうございます、はい、ソールは、はい、あソールもう完全ドクターソールですね、はい、ドクターソウル、ドクターソウルっていう、まあ、ソウルのブランドがあるんですけど、それはもう完全もうドクターソウルとなっております。へぇ、はい、ドクターソウルっていう、まあ、ソウルブランドのオリジナルで、はい、最近モンキーブーツが出てたんですよ、はい、ちょっと前に、まあ、ちょっと日本で買うと、はい、あと輸送料とかいろいろかかって13、4、5万ぐらいになっちゃうんですけど、はい、もう最後の最後まで俺悩んで、はい、自分のサイズがなくなって、はい、買えなかったですけど、まあ、ドクターソウルということでね、こんな感じなんですけど、はい、チャンヒー君、はい、ちょっと実は、はい、もう一個紹介したいのがありまして、ヘンリー、はい、何ですか、ちょっと箱をどかしまして、はい、もう一個、もう一個、もう一個ちょっとね、チャンヒー君に紹介したい。え、なんかまたこちらでございます。また箱出てきたです。また箱出てきましたね。何ですかですよこれ。またヘンリーですかこれ。またヘンリーですか、どうですか。ちょっとこれねちょっとね面白いんですよ。はい、何ですか。アベニューから来ました、アベニューから。はい。アベニューからですよ。パンツショップ。ほら。本当だアベニュー。もうね私これ買ったら。はい。もう意味わかんないですよね。ダンボールにアベニュー様って書いてありましたからね。あれ俺アベニューなんだっけと思って。はい。あれ俺アベニューの店員でもないなと思ったんですけど。はい。これはなんとね、新潟の洋服屋さん、はい、もうアベニューというところで一足手に入れさせてもらいました、はい、アベニュー何気にブラザーブリッジと組んで別注を出すんですよね、はい、はい、それなんで、そのお店オリジナルの、そうそれなんで、ね、ちょっとそれが興奮して、はい、そしたら今届いたらこれですよ。だからなんだアベニューの段ボール、あ、多分どっかのブランドがアベニュー様でやった段ボールに入れて俺のとこに来て、俺が開けたら最初アベニュー様って出たから、あれ俺アベニューだっけと思って、デニムキングに来るなら分かるけど俺に来るのはちょっとおかしいなっていうのでちょっと一瞬パニックになったんだよね。ちょっとこんがらがって、こんがらがって、俺開けてたって自分でねこれ手に入れて箱開けて部屋でアベニュー様ってのみたいな、なんだっけと思うよね。確かに俺持ってきちゃったのかなんかみたいな、はい、まあでもそんな感じで、はい、アベニュー様って書いてあったのが面白かったなっつので、はい、そんでそのまあ実際はねこれ、はい、いや新潟のアベニューからの、はい、贈り物なんですが、いやこれねもうちょっともうオープンでございます。こちらでございます。色がかっこいい。これこちらでございます。見てください、ヘンリーの色違いって言ってもいいんですか、もう茶色でございます、はい、かっこいい。で、なんでこれに手を出したかっていうと、はい、8班があったからです。なるほど。だから新しいんですこれも、はい、だこれももうここソールが薄いっす、これ確かに薄いっす ね薄いバージョン。だから今回の、はい、こいつの新しいこれの、はい、アベニュー別注でございます。いや最高じゃないですか。いや僕はだからなんだろう、僕がこのヘンリーを好きになってから、はい、この YouTube やりだしてからは、はい、この色は出てないんですよ。だから黒ブラックだけだったんですね、はい、目にかけるものは。なんかネットで白とかなんかそういうのありましたけど、はい、ちょっとソールが好きじゃないとかそういうのがあって、結局この茶色っぽいの
たまに見かけたりしてたんですけど、はい、いやどこにも売ってないなみたいな、なんならアベニュー別注でこれの茶色が売ってたりとかして、はい、いやでもまあサイズが9かと思って、まあ、そしたらなんと今回新しいこいつで別注、はい、色違い、別注、アベニューやっぱ最高っすね、いろんな意味でもアベニューっていうものは全てにおいてやば、めちゃくちゃかっこよくて、はい、ちょっとこの後試着するときにもう左足と右足でこれとこれでいくわ、はい、はい、こちらもあれですよ、ちゃんと、おーほら、こう出すとさ、はい、ボクシングシューズとかなんかもう確かにレスリングシューズに見えるだろ、これ。いや、本当ですよ。このラインも最高だろ、これ。いや、もうこれ幅広がりますよ、この色のヘンリーがあるだけで、はい、ちなみに、このヘンリーについてきたもう一個のカラーの紐はホワイトでしたね。あ、本当に真っ白。真っ白系ですか。これとちょっと違いますね、ちょっと違いますね、ホワイト、はい、まあでも、私はこっちの方が全然、はい、同じ色の方がかっこよく見えたんで、はい、とりあえずこっちを今日どっちのレスリングシューズでプロレスの試合行くみたいな感じですよね、これ確かに。いや、これも後ろも全部一緒ですね、もうあとは全く一緒ですね、ドクター一緒です、ソウル、あ、もうただの色違いみたいな感じですね、はい、もう簡単な言い方すれば、他なんかもしかしたら見落としてる部分はあるかもしれませんが、もうメイドインジャパン、メイドイン浅草ですか、いやもう最高ですね、これそんな感じで、で、はい、ちょっと前に、はい、もうブラザーブリッジで、はい、このヘンリーのスウェードみたいなのが出たんですよ、あ、そうなんですか、あの革が反対、まあ、分かんない、ラフアウトかどっちか、まあはい、まあスウェード生地みたいなやつが出たんですけど、それが黒で出て、はい、もうめちゃくちゃ悩んだんですけど、はい、そのスウェードっていうんですか、そういう生地ってもう履くタイミングが分かんないんですよね、うん、なんかもういつでも履けるかもしれないんですけど、はい、夏はなんか履かないような気がするじゃないですか、あー確かに、なんか分かんないけどタイミング難しいんですよね、なるほど、そう、それなんで今回見送ったんですけど、はい、実はですね、はい、まあこれちょっとまだあれまたもう、はい、これなんですけど、これ、はい、こいつちょっとほら見てください、これスウェードっぽいです、ちょっと確かにこの生地、はい、こことかですよね、つま、はい、先とか、もう横はもうこれなんですよ、もう横はこれ、あと後ろのここのところもそうですよね、そうそう、でしょ、はい、で結局俺これ持ってたのに、はい、この2足あるじゃないですか、はい、この2足、はい、もうこいついつになっても履けなかったんですよ、タイミング失って、あ、そうなんです、この生地感といい、なんか別にいつでも履けるっちゃ履けるはずなのに、はい、ちょっとタイミング失ってて、なるほど、でちょっとこれから履こうかなと思って、はい、その中でスウェード全部この生地みたいのが出て、ちょっと今回は、はい、こいつ履いてないのに何してんだってなるじゃないですか、まずはこっちを履かないと、いやまずそんなにこっちもちょっと試したいんだよね、それなんでもう今、いやすごいっす、ね、まあ、だから俺今もういやヘンリーだけでどんだけやつってこれもうヘンリーですよこれヘンリーになってるんですよこれ今俺がヘンリーでも BB ですから、はい、全部 BB ですから、確かに嫌な気持ちないですよね、はい、とりあえずこれから履くのはこの2足、はい、あともうね、もうあれよ、あれですか、もう今見せるからちょっと迷いますけど、はい、もう1個ヘンリーあるんですよね、はい、ちょっとマジですか、イライラするかもしれませんが、ちょっともう1個ね、これだ、すごっ、これですよ、これこれ、それもヘンリーですか、100円ショップのこの中の靴入れてますけど、これ、はい、見てください、これは超初期のあれなんじゃないですか、わかんないけど、ヘンリーの、はい、ちょっとこれ今度ね、次の動画で紹介したいんですけど、はい、アリッツ靴あるじゃないですか、はい、アリッツのがあるんですよ、あの、はい、アリですよ、アリ、はい、ブラザーブリッジ、ブラザーブリッジのもうアリ、もう何このヘンリーのローカットみたいな感じ、はい、これのローカットみたいな感じの靴があるんですけど、はい、これ実はこれはそのアリじゃないんですよ、はい、ブラザーブリッジのヘンリーを切って作った靴なんですね、はい、これはブラザーブリッジの靴をこれ切って、だからこのハイカットを切って、これを単純にもう切って、こうカットして、はい、全部そこを塗って作った靴なんですよ、はい、
だからまだアリがなかったでしょ。まあそのでも勝手にやっちゃったみたいな。そうそう、やっちゃった人がいて、それを、はい、あのBBさんのところに回ってきた。僕ローカットが欲しかったですね、はい、これのね、はい、これもちろんこのハイカットもかっこいいんだけど、はい、ロー欲しくて、はい、ほんでその時にこれいい関西の、はい、あれですよ、靴修理屋さんかどっかの、はい、ちょっと後で載せときますけど、はい、そこで切って、はい、うまくできてるんですよこれ、ほんと、もう超これ履いた感じもすごいかっこいい感じ、はい、でもこれもハーフサイズないですから、7これも9です。9アリは僕ちゃんと8半ですから、はい、はい、もうちょっとアリの時にこれはちょっと比較しましょう、どうせな、はい、ということで今もう訳の分かんないヘンリー状態になってますが、ヘンリーだらけじゃないですか本当に、はい、でもこれがね、はい、もう 6.5 出ましたんで、はい、この履いてるところをちょっとみんなに見せたいなと思うんで、はい、はい、それなんで、はい、今日はここら辺にしましょうってことで、はい、はい、ありがとうございます。ちょっとさっきから気になってたんですけど、なんすか、はい、その服なんですか、今っすか、今っす、服ずっとヘンリー職に染まってたんで、ちょっといつ突っ込もうかなと思った。いや俺はちょっとあれっすよ、はい、アンブッシュっていう、はい、あのブランドのこの間もだってハッピー着てましたよね。ハッピーをね結構、はい、別に着るたい、あのその普段着で着たりはしないんですけど、はい、一応ハッピーなんで、はい、アンブッシュ、アンブッシュとあのこのナイキのコラボのやつで、はい、あ今回はナイキなんですね。今回ナイキです、これこの間はアディダスですね、はい、今回ナイキです、でこれ11番だったんで、はい、もう嬉しくて嬉しくてですよね、はい、なんで11なんだか分かんないですけど、はい、まあでも11っていうのは嬉しかったんで、はい、はい、これを今回は羽織らせてもらって、なるほど、この前のエスケープ会でも羽織ってましたよね。そうですね、はい、はい、じゃあアリ会でもこれ羽織らせてもらっていいですか。そうですね、はい、3回連続でアンブッシュでいきましょう、はい、ということで、はい、じゃあ今からこれ最後に、はい、ちょっとこれ右足左足で、はい、この色違いでこう履いて、はい、どんな感じになるか、はいはい、ちょっと試してみましょう、はい、ということでありがとうございました。 BB でした。チャイでした。バイバイ。バイバイ。はい、ということで、うお、右足が黒で、こっちがアベニュー別注となっております、はい、でこれ今まで、はい、まあ、もっとギュッて締まってたんだけど、ここはギュッとね、締まったんだけど、はい、今まあ、ちょっと最初こんな感じですけど、はい、徐々に伸びるんですよ。なるほど。で、この前までの9は、はい、もう全部ぴったりくっついて、はい、もっと締めたいぐらいになってましたからね、おで、これが履いてって、はい、まだこれ最初ですからね、今履き始めですから、おこれをどんどんもう鍛えていったら、はい、あれなんですね、最高の形になりそうな気がしてきましたね。なるほど。今はまだこれ新品感がすごいですけど、はい、これもそれでもすげえ運気はあるんじゃないかなと、はい、意外とこの別注カラーもいいですよね。そうですね、意外とっていうか、いやめっちゃいいですよこれ、逆に乱れなくていいな、これ、はい、やば、履き方がすげえ、これでやばいや、これちょっとあれだな、色がなまあ、うん、まあでもいい感じで、はい、いい感じですね、まあ、これがじゃあ徐々に何ヶ月履いてって、はい、ここがどんな感じになってくるかを見せたいと思います。はい、最初はじゃあ覚えててください、こんくらいでしたよっていうので、はい、まあ、これでも結構きつく回し締めた感じなんで、はい、はい、ここからどうなるか、はい、皆様お楽しみにということで、はい、とりあえずじゃあこれがワイドなズボンだったんで、はい、次ちょっと細身のズボンいってみましょう、はい、レッツゴー。はい、ということでブラザーブリッジヘンリーのこれは8ハーフを履いた感じですね。やっぱ今までよりやっぱこの細いズボンの時のなんつうんですかね、フォルムが、はい、足がちょっと細くっていうか小さくなりましたね。確かに、いつももうちょっとなんかでかい感じがしてたんですけど、これが一体どうなるのか、やっぱもうちょっとこれが絞れてきたら面白くなりそうですね。確かに、もう少し絶対絞れてくるんで、はい、それをちょっと楽しみに。はい、別注の方もすごい、はい、かっこいい、別注の方もいい感じに仕上がってますね、これ、はい、
こいいな。いやヘンリーはこれ、はい、面白い靴ですねこれ。私これはそのうち紐をこっち黒くするかもしれないですね。これ紐黒ければ黒と茶色でこの二足履きでいくかもしれないですね、はい、ああなるほど、はい、紐変えるだけで、紐変えるだけで、これだとちょっと別物な感じが違うんですけど、こっち真っ黒にすれば、はい、真っ黒と茶色で、なるほど、統一すれば、はい、そんな着方はしないかもしれないですねということで、はい、本日はヘンリー会でございました。皆様ありがとうございました。バイバイ。